東京都が今日確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は555人でした。500人を超えるのはおよそ2ヶ月ぶりです。感染が確認されたのは10歳未満から90代の555人で、7日連続で前の週の同じ曜日の感染者数を上回りました。1日の感染者が500人を超えるのは2月6日以来およそ2ヶ月ぶりです。 直近7日間の1日当たりの平均は417人で前の週の115.6%となりました年代別に見ると20代が最も多い178人で次いで30代が97人重症化リスクが高い65歳以上の高齢者は63人でした重症の患者は前の日から3人減って41人となりました